スノーマン渡辺翔太、言ったもん勝ち、夢叶う綺麗な体づくりに意欲も。スノーマンの渡辺翔太が17日、都内にて行われたスキンケアブランドのアンバサダー就任会見に出席。喜びの心境を語った。渡辺翔太、夢叶う、言ったもん勝ち、アンバサダーに就任した渡辺は、素直にめちゃくちゃ嬉しかったですね、と喜び、昨年美容に関わる賞をいただいたとき、ジョーク交じりに美容のお仕事もできたらいいなと言っていたら、ちゃんと出会いの機会をいただけたので、言ったもん勝ちだなと思いました、と夢が叶ったという。さらに、ビューティーラバーって言っていただけて、本当に恐縮してしまうぐらい、パワーワードだなと、美容が好きって発信してきてよかったなと思える時間が今とても湧いてきています、とアンバサダー就任を噛み締めた。